はい、どうもさん、こんにちは。猫店ちゃんのおまんこ世界一臭い、どうも柴田です。はい、今日は実験なんですけれども、今巷ですごい話題になってる商品、そう、あれを今日買ってきました。はい、こちら一平ちゃん、夜店の焼きそばショートケーキ味、こちらです。今日はですね、こちらを、ここに鍋用意してるんですけども、この鍋に水を張って100度に、水を温めて、その水を100度に温めた水をこの一平ちゃんショートケーキ味に入れて、でこれどうなるかっていうのを検証してみたいと思います。じゃあまあ早速開けてね、開封していきましょう。なんかね、やっぱ味が今回すごい甘いらしくて、マヨネーズがバニラ風味マヨってのバニラエッセンスのすごい匂いがするらしいのよ。っていうことで、なんかあと火薬もね、どうやらね、ショートケーキ味にちなんで、普通だったらキャベツとかワカメとかそういう火薬なのが、なんか今回違うらしいんだよね。出てきました。まだまだここまでしか開けてないんですけども、麺はどうやら普通ですね。麺は普通で、で、これですね。これ、ソース。これ普通のソースなんかな？あと、火薬。これが、噂の、あれですね、ケーキとかに乗せる、砂糖の、なんかカラフルな砂糖と、あと、マシュマロかなんかわかんないですけど、多分甘そうなやつと、あと、ドライフルーツが入ってますね、ちょっと。で、これは、後乗せらしいです。あ、日本語で書いてますよ、後乗せって。はい、まあ、日本語で書いてるんで、僕は普通に後から乗せます。はい、でこれが先ほども言った、バニラ風味のマヨネーズ、こちらも後からだよね、基本こういうの後からだから。じゃあこの、とりあえず、あ、そっか、ソースも後からなんで、とりあえずですね、ここにお湯があるんで、お湯を温めます。まあ、沸騰しましたね。熱湯になりました。はい、ちょっと見えるかな。はい、こんな感じで、はい、沸騰しましたね。じゃあこの、100度に熱した、水をですね、まあ、この、こちらに入れていきたいと思います。はい、こんな感じで、100度に、熱した水を、この焼きそばの中に入れました。今からこれを蓋をして、3分間待ちたいと思います。はい、ということで、3分経ちました。今から湯切りをしてですね、火薬とソースを混ぜていきたいと思います。まあ、湯切りはもうこっちに鍋にこう開けまして、この焼きそばの方をほぐしまして、ここにまずソース、これ多分普通の、あ、甘い匂いするね。全然普通じゃなかったわ。全然すごい甘い匂いする。うわうわ、めっちゃ甘い匂いする。何これ、うわ気持ち悪いな。この時点でちょっと気持ち悪いね。で、火薬を入れて混ぜます。うわうわ、すごいね。この時点ではなんかね、ホットケーキ、ホットケーキみたいな、なんか匂いがすんな。マヨネーズですね。このマヨネーズをビーッとかけまして、見えますかね。はい、これが一平ちゃんショートケーキ味です。じゃあ早速ね、食べていきたいと思います。これ鮮度じゃない。で、これは本当に100度に熱した水を入れたから、まあこうどうなるかちょっと検証してみたいと思います。I have a 一平ちゃん I have a chopsticks、 Boom! Boom!